第三章長い間の消え入るような縮まが続いて暮れかけた空には次第次第に薄れてゆくタコのうなりが寂しく残っていた赤ん平の頭に手を置いてじっと空間を凝視していた團十郎は低いしかも押し付けるような声で口を切った「おます。 おら、俺はもう、教官儀で諦めたぜ。活力なんぞという、一人よがりの野暮はやめにして、軒並みの役者を見習うのが当節だ。な、なんですって、親方。お前さん、気が狂ったんじゃござんすまい。静かにしねえ。團十郎は、気の狂うほど、のぼせちゃいねえよだが、積もってもみねえ。これから先、どこまでも、おめえや官兵ぺに、 苦労をさせるばっかかかりが男の脳でもなかろうじゃねえか江戸随一市川の流れに差を差して一度は七代目河原崎権之助の名も継いだ俺だがおめえと夫婦になってからただの一日として楽しい思いをさせたことのねえくしなさやっとの思いで再興した河原崎座はあの始末だし旅に出れや出るで泣きっ面に蜂の五難続きだ。 おまけに東京へ舞い戻ったのも、二式を着て帰りでもすることか。人目に立たねえよう、気づかれぬようにと、ほっかもりに顔を隠しての都入り。そうしてこんな固い中で、食うや食わずのこのざまだ。脳を増す。親子の縁まで切って、嫁に来てくれたおめえも、なめえ負けの、とんだ芸なしざるにかかりあって、さぞかし気色が悪かろう。俺はまったくおめえには、 すまねえと思ってるんだじっと聞いていたおますは突然顔を上げると体をゆすって笑い出した團 <laughs> 十郎はおますの顔を見つめた何がそんなにおかしいんだ俺はおめえたちを幸せにしてばっかりに一生の望みを捨てようと言ってるんだぜ。 そいつがおめえにわからのか。らねのそりゃまあ大きにご親切様、ま、な,なんだとあたしはね今更言うのもおかしい話だが海の親に盾をついてこっちへ嫁に来たのは親方の芸に惚れたからでござんすよこれがお前さんお金や人気に惚れてきた女ならいっそ今のお言葉がゾクゾクするほど身にしみてうれしゅうござんしょうが。 私はそんな浮いた気持ちはこればかりもありませんのさどんなに貧乏したからといって小野がこれと信じた芸さえ磨いていたら九代目團十郎はいつまでも立派な團十郎じゃござんせんか芸は二の次にしてお金儲けがしたいんだらいっそ氷菓子にでもなるがようござんしょ男の一生をかけた仕事をそうやすやすと変えるなんて 私は親方がそんな安手なお人だったかと思うとおかしくておかしくてたまりませんのさ <laughs> ひっつるように笑いながらしかもおますは腹の中で生まれて初めての悔し涙を沸かしていた團十郎は胸をえぐられるようにたまらなかったのであろう閉じた目には熱い涙がにじんできた「おます はいおめえに言われて初めて気がつくなんざ情けねえがこいつは俺が悪かったおめえの今の言葉が俺には千人力だ木の根を食っても辛抱して俺は自分の信じた芸道に進んでいくぜお前さん九代目團十郎もおめえの一言がなかったらあったら芸を捨てるところだ堪忍してくんねえまあ 人だなんて自分の女房にわびろう人があるもんですかね私はもう分かってさえおくんなさりゃこんなうれしいことはござんせまた春が来れば木の芽も出ましょうどうか木を大きく持って焦らずにいておくんなさいそうだ焦っちゃいけねえ焦ることはなかったんだほらこれでどんなに気が楽になったかしれねえだがこの赤ん兵だけは何にも知らねえんだ せめてのしもちの一名ぐらい買ってやって雑煮だけは食わしてやりてえないつの間にやらはいよった夕闇の中に獅子と寄り添った親子3人の影はいつまでも石のように動かなかったタコのうなりの消えた寒空には鋭い星が瞬き染めていた第4章東京中を真っ白に染めて 芝生の雪はますますす激しかったそれはタコの一件があった翌晩だった魚河岸の大問屋尾張屋の主人孫七は店の者が大方は遊びに出て行ってしまったつれづれに一人奥の人までこたつにあたりながらその日の郵便放置新聞を見るともなしに広げていた。 そこへ突然入ってきたのは留守番の若い者松吉だった。松吉の手には八つ畳みにした山道の手ぬぐいが無造作に握られていた。なんだ松。え、実は今王道を下ろそうとしておりますと変な野郎がやってめるやしたね。夜分遅く伺いまして失礼ではござんすが旦那に是非ともお目にかかりたくって参りました。 これはまことにお恥ずかしい品じゃござんすがほんの手土産代わりに持参いたしましたってこんな薄とえ手拭いを持ってきやがったんでですがどうしたらよがしょう松吉はつかんでいた手拭いを孫七の前へ突き出した何て野郎だあいつが笑わせやがるじゃありやせんかもっともらしく声を落としやがって手前はお恥ずくしゅござんすが 市川團十郎と申しますって北面もなくなんだって市川團十郎やくもぬかしやがったじゃござんせんかあしだってこれでも江蔵師屋の前を通るたんびに役者の似顔絵ぐれ見ておりやすがいくら團十郎は須藤府でもあんな浴衣を止めっ返した土寺らなんぞ着てくる気づけはござんすめわらじせん古事記にちげえねえんであしはそのまま追っ払っちまおうかと思いやしたが 何しろ、炭十郎と名乗ってきたんですから、一応旦那の耳に入れといた方がよかろうと思いやして。そいつは、目の大きいやろうかへえ、確かに大きいござんす。そこのとこだけが似顔へそっくりなんで。体は小柄でしゃべるときは不定眉が動きやしねえか。へえ、その通りでござんす。あつ、そいつはてっきり、九代目だ。えやっぱり炭十郎で。 じゃあ旦那ここへお通し申しやそうかうんいや待ちねえ立とうとした松吉を手で制した孫七はじっとうなだれて目を閉じた河原崎座では莫大な損害を被っている尾張屋孫七ではあったがそれはそれとして大の團十郎美姫であることに今でも少しの変わりはなかったその不遇を風の頼りに菊につけて 何とかしてもう一度帰り咲かしてやりたいとの念は常に頭から離れたことがなく時には夢にさえ見るほど好きな團十郎だったその團十郎が訪ねてきたのだ元より手を取って迎え入れてやりたい思いが胸いっぱいであることに少しの変わりもあろうはずはなかったがそれだけにまた孫七は情けがかえって仇になることを 知知りすぎるくらいいっていたここは心を鬼にしてと孫七は目を閉じたまま強く首を振った「松構うことはねえそのまま追っ払っちまえ」ええ「えそれとも旦那いくらかひねってやんでしょうか」「ならねえ美体一文もやっちゃうならねえ」ええ「えブラリンの腰を威勢よく上げた松吉は障子を閉めるのも忘れて」 店先へ引っ返すと雪の吹きかける軒下に水っ鼻をすすりながらきっを待っていた團十郎に吐き出すように声をかけた「おう旦那はね今ご病気で誰にも会うことはできねえとおっしゃるんだこの手拭いはせっかくだがそっちへ消しやすぜ」。松吉はつかんできた手拭いを邪賢に胸へ投げつけた。 団十郎の厚い唇がかすかに震えたではせめておかみさんにでもお目にかかってご挨拶を申し上げとうござんすがところがそのおかみさんはとっくにお休みになったんだ店は朝が早いんだからなさようでございますかがくりと土寺の肩を落とした團十郎は軽く頭を下げるとそのままうなだれてきびすを返した。 が急にまたた振り返った若石さん旦那のご病気はよほどお悪いんでござんしょうかまああんまりいい方じゃねえなじゃあやっぱりご面倒でもおかみさんにお伝えなすっておくんなさいまし夜分伺って申し訳ござんせんが何しろ昼間はお恥ずかしながらこんな格好では往来もできかねます成田屋が面をかぶって一言だけ ご挨拶申し上げたいとおっしゃっていただきとうございます気の毒だがおかみさんにしたって穴千一枚も出やしねえぜな何ですって団十郎のビ羽にはさっと皮膚の色が乱れた何か勘違いをしておいでのようだが団十郎は痩せても枯れてもそんなさもしい猟見で伺ったんじゃございませんはあ やっぱり腐っても手だと、褒めてやりてえが、こうやがた、うすみっともねなりをして、見せつあで見えなんぞ、蹴られたんじゃ、生物ものしの終わりやが迷惑だとっととあっち行いつくんねえ。じゃあ、あどうやっても取りついじゃおくんなされねえんで。知らたこった、この上しのごの言っとると、のみの花ぶっかけるぜ。もはや、何も言うところはなかった。ダ十郎は、 正然としてきびすを返すと軽い雪に重い足を踏みしめた。